ああ、釣り生活3日目。3日目だね、そうだね。何日目かね、よくわかんなくなってきた。今日は、太平洋から日本海に飛んできました。山を越えて。山越えたね。山越えて。二峠ぐらい越えたんじゃない？越えてるね。うん。で、日本海のホッケを釣りたくて、やってきました。ええ。初めて来た。俺は何回か来たことある。まあ、どこで釣れるかもわかんないから適当にやってみてだね。うん、で、俺はショートレイかな。このまんま。仕掛けを変更して 14g で行こうと思います。じゃあ、まあ、あと勝負してるからね。勝負。勝負。今んとこ、こっからね。今んとこ俺の勝ち。こっからスタートだ。今んとこ。ハンデはあげてるけど。ハンデもらってるのにな。2倍も。全然追いつけねえ。ハンデをものともしない、この戦闘力の高さ。私のレベルの低さ。経験値が上がらない。てなんねえよ。なってねえよ。スライムも倒せてないから。どうしようかな。グラムだけ落とすかな。これでやってみるかな。そのまんま。まあ幸い車近いから。まあ遠投だから。夜の続きで、このホッケピンク好きだから、うん、オキアミカラーとか結構好きなんだよね。狙いつつ油子が来ればいいかなっていう感じでやってみましょう。
なんか来た。オッケー。オッケー。細いね。いる。どうしようね。持ってく？動きません。喋りません。あら、結構。とても強化。11グラムか。こんにちは。こんにちは。釣れました？本当ですか。何釣れるんですか今。今ホッケですね。ああ。初めてですか。あ、初めてなんですよ。ちょっと来たことなくて。どんなんかなと思ってこうやってもういっぱい人いるからびっくりしてマジで。ね、やばいっすよね。ホッケ結構入ってるんじゃないですかね中に、うん。ちょっとやってみてください。あ、わかりました。ちょっと頑張ってみます。今何使ってるんですか。テンション。9フィートですね。あ、9フィートっすね。あ、せっぱりっすか。結構古いやつですね、これ。あ、そうなんだ。はい。セオリーっすか。あ、セオリーっすね。3000円ぐらいっすね。あ、なんか引っかかりそうっすね。お芝居をしてみました。もう釣れねえから。ガーヤヤ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 。ここに来てもかや。太平洋でも日本海でも安定のガヤ。めっちゃかわいい。チョンチョンチョン反応してる。チョンじゃあねしたっけ。ジャックこれいいね、面白い。やや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 勝ち？俺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 まだあれ生産されてないからさ、生産されてないでしょあれ。え？されてません。持ち越し？持ち越し？持ち越しはちょっと。あ、割れた。この辺なまら当たるわ。うん。こうちょい投げって感じ。
船の真裏ぐらい、このキャストこっちの方がいいかな、斜めに。それかここの円筒だわ。ソイが混じってくれればいいけど。止めてしまったよ、ガヤン。ヘッドライトないからわかんない。ガヤー、このサイズが戯れてるわ。見えない、ガヤ。こうやったら見えるか、まだ。ほっ。そこはほんと、ちょい投げだよ。ちょーんって、うん。もう街灯がつきません。私たちの、私たちの心と同じように。いや、福ちゃんの心はそこまで真っ暗じゃない。いや、ガヤばっかりだが、そんな。うん、でもあれだもんね、姉子はこれから俺に3日間の勝負代払わないとあれだから、ちょっとこんな真っ暗だよね。てな感じで、太平洋、はい、日本海、はい、日本海、弾丸ツアー、フィナーレ、18ぐらい。すごいわ。でも楽しかったよ、知らないとこいっぱい行ったし。もうちょっとね、時間あれば。あ、いい時期に行きたいよね。そうだね。ライトついたかと思った。車の光です。疲れたよ。疲れたね。安全運転で帰ろう。帰りました。はいはい。じゃあ、したっけ。